思議な心臓チャンネル、はい、改めまして弓のハートの萩原です。そして本日のゲストは、こんにちは、中学1年の蓮太郎です。お願いします。この不思議な心臓チャンネルでは、心臓の仕組みとか病気とか、まあ、様々な心臓の全てが分かるようなチャンネルにしております。で、今回のシリーズは血圧をテーマにしています。で、まず初めの1話目は、そもそも血圧とは何か。じゃあ蓮太郎くん、血圧についてのお話ですけれども、まあ、これまでの習ったこと、そして血圧についても、まあ、何か知ってることはどうでしょう。血圧はあまり習ったことがないので、あまりよくわかんないです。このお話では、まあ、実際に血圧を測ったりとかですね、まあ、メカニズムについてもお話ししていきたいと思います。これが実際血圧とは何かっていうことを書いた図になります。まあ、一番下に書いてありますように、まあ、血圧っていうのは心臓から血液が流れていくんで、その心臓から流れる血液で得られる血流ですね、血液の流れが心臓の壁というか血管の壁を押す、その圧力が血圧になります。ですから心臓がギュッて血液を打ち出すと、その先の血管が膨れるから、まあ、それで圧力が発生するわけですね。まあ、そこでその血管に血液が流れる時に発生する圧力、まあ、それが血圧ということになります。で、血圧は蓮太郎くんは上の血圧とか下の血圧って聞いたことある？ないです。あまりない、ね。まあ、実際外来とかで僕らが血圧を測るときには、ここに書いてある左のような上の血圧、下の血圧、まあ、正式には収縮期、拡張期っていう名前がついています。まあ、なんでこういう収縮期、上の血圧と下の血圧が発生するかっていうと、まあ、心臓からまずは一度こう血液がドシャッとこう送り出されます。まあ、そうすると送り出されると、その先の血管がプッと膨らむんで、その時に膨らんだ時の一番高い圧力が収縮期、上の血圧っていうんです。で、血管に血液が流れた後、まあ、その先は血管があるんで、血管をずっと流れ続ける時の圧力、膨らんだ動脈が元に戻る際に発生する圧力が下の血圧になります。まあ、下の血圧っていうのは血管の柔らかさ、例えば蓮太郎くんみたいに若い年齢だと血管が柔らかいからしなやかなんで、こう血圧は低めになるし、まあ、だんだん僕のようにこう年を取ってくると血管が硬くなってくる、まあ、硬くなってくると、そこを流れる血圧っていうのはどうしてもこうしなやかさが欠けてきちゃって高めになっちゃったりします。ですから、こういうふうに、まあ、上の血圧、収縮期の血圧、そして下の血圧、拡張期の血圧っていう、まあ、2つパターンがあるっていうことが血圧のまず仕組みになります。まあ、実際に血圧をどういうふうに測るかっていうのは、まあ、いくつか注意点、注意しないといけない点があります。まあ、大体一般的にはここの絵に書いてあるように、朝と夜の2回測る、まあ、毎日大体同じ時間帯に測るということ、まあ、できたら一度に2回は測って、まあ、平均値を取る、まあ、変動がある場合があるので2回平均をするとか、あと例えば朝方ですと、おトイレに行った後、食事の取る前ですね、あとお薬を飲む前とかに測る、まあ、そういう注意点があります。まあ、あと夜寝る前だと、寝る前、入浴後は1時間以上空ける、まあ、こういうような注意点があります。まあ、実際蓮太郎くんにここで血圧を測ってみてもらいたいと思います。じゃあまずまくってください。はい。で、これは実際市販で売られてる、まあ、よく家庭でも一般的な血圧計になります。これをじゃあ腕に巻いてください。左手に、はい、もうちょっと上かな。で、こうやってこれは自分で測ることができます。じゃあボタンスイッチを押してみてください。これは自動で今加圧、圧力を加えているところですね。で、ある一定のところになると今度は空気が抜けてきます。今実際に測定中です。はい、いくつでしょう。109と60です。ね、
レンタロクの血圧は109と60、これは実は脈拍数も出て、脈拍数は73です。まあ、脈拍数は前回のシリーズでも言ったんですけども、だいたい正常は60から100だから脈拍数も正常で、実際血圧109も60なので正常の範囲ということになります。まあ、全くの正常の血圧っていうのは、上の血圧収縮期が120以下、そして下の血圧拡張期が80以下、まあ、それが正常になります。先ほどレンタロウ君は100台、まあ、下も60台でしたから、やはりここで見ても正常の血圧だっていうことが分かります。まあ、それを超えると、まあ、最近テレビでもやってるかもしれません、まあ、例えば上が130を超えるとか下が80を超えてくると、まあ、だんだん高血圧の、範囲に入ってくるわけですね。ですからこういうふうに、まあ、いかにしてこう正常の血圧を保っていくかっていうのが大事になってくるわけです。まあ、それはまた2話目から話していきたいと思います。で、ここで最後に問題になります。まあ、これは血圧の高い動物、まあ、これは3種類の動物の漫画が書いてありますけど、この中で一番血圧の高い動物はどれだと思う？どうでしょう？たくさん動き回っているので B のカンガルーなんです。カンガルー、確かにカンガルーってのは飛び跳ねていて、飛び跳ねて運動すると血圧は高いと思うかもしれません。ただ実はここに書いてあります。まあ、怠け者はもう名前の通りあんまり動かないんで、実は血圧が低すぎて測れないぐらいだって言われています。でカンガルーは確かによく動くんですけど、まあ、大体平均120の80、まあ、大体僕ら人間と同じぐらいって言われています。でもこのキリンを見てもらうと、上が260、まあ、下160、まあ、さっきレンタロクが測った2倍以上ですよね。ですから非常にまあ人間でいうと高血圧っていうぐらい、まあ、非常にキリンっていうのは血圧が高い特徴があります。まあ、なぜこんなにキリンが血圧が高いかっていうと、まあ、キリンは非常に背が高いですよね。はい、身長がまあ4から5メートル。そして心臓の高さから、まあ、首が非常に長いから脳までの高さはすごく高い。まあ、人間に比べると非常に高いわけでしょう。はい、そうすると低い心臓からてっぺん、頭のてっぺんまで血液を送らないといけないから、すごい圧力で血圧でこう血液を送り出さないといけない。だから、まあ、人間と比べるとより高い血圧で頑張ってこう血液を頭まで送り出す、まあ、そのためには非常に高い血圧が必要なわけです。まあ、人間でいうと高血圧っていう病気になっちゃいますけども、まあ、それぐらいの血圧が必要だっていうことが知られています。まあ、このようにこう血圧っていうのは、まあ、動物によって血圧が非常に異なってくる。まあ、人間でも実はこの2話目からいきますけれども、まあ、いろんな環境で血圧は高くなったり低くなったりする。まあ、そういうお話を2話目からまたしていきたいと思います。レンタロ君どうでしょう、今日は血圧のお話でしたけれども、何か感想？生まれて初めて今日血圧を測ってみたので、すごい新鮮で面白かったです。ね、まあ、血圧を測る機会というのはあまりないので、まあ、先ほどお話した通り、この血圧計っていうのは市販で結構安く、数千円単位で売っている機械ですので、まあ、ぜひ一度試してみられたらいいんではないかと思います。ぜひ多くの、チャンネルの登録高評価をよろしくお願いします。